Hey, what's up, everybody? Welcome back. First off, don't make fun of my purple headphones. They are my wife's, and she's using mine so that she can play the PS5. Something about Persona 4. You're playing Persona 4? Five. Persona 5. Second off, we're jumping into the fifth episode of Pandora Hearts, and it gives me... Shut up. It gives me high hopes, because so far, one's been good, two's been shitty, three's been good, four's been shitty, and I'm hoping that five's going to be good, and if it carries on that train, I'll continue to watch it. Four had me a little bit discouraged. I mean, it was okay, but it wasn't great. Shut your mouth. So grab your whiskey, grab your popcorn, and let's go. I forgot the show had subtitles, and maybe I'm not in the best state to read subtitles right now. Fuck it! We soldier on! お二方には、私の部下としてパンドラで働いていただきたい。今思えば、これはすべて必然だったのかもしれない。 俺が彼女を放っておけなかったのも、一刻も早く記憶を見つけたい。それが叶うというのなら、あいつらと一緒に行ってもいいぞ。そっか。じゃあ俺もアリスの記憶探しを手伝おうかな。今の俺には分からないことだらけだけど、そこに俺の求める答えがあるのなら、俺は知りたい。 あいつらのバスカビリの言う俺の罪ってのが何なのか、きっと誰かに仕組まれた滑稽なおとぎ話だったんだ。というわけで、君たちの記念すべき初仕事ですよ。ご心配なく、 君たちにぴったりのお子様向けの任務ですから。うわ。ノーザンブリアの街で多発している殺人事件、パンドラの捜査によると。 Wife, you've seen the show. Yes. Is it based off Alice in Wonderland? I haven't. No, don't tell me. We'll find out together. どうやら違法契約者が関わっているようなんですよ。悪いんですが。 ささっと言ってパパッと犯人を捕らえてきてください。今なら鮮烈にアメ缶をプレゼント欲しい人。待って、行く行く。ふざけるな。なんでそんなことしなきゃならんのだ。アリス、もう忘れたのか。私の目的は記憶のかけらを探すことだぞ。分かってますよ。だから近づくな、このピエロが。おふくん。 私は彼女に嫌われているんだろうか。バカな。あれはただの照れ隠しだって。気にすんなよ。おいオズ、なぜ意気投合してる。だってさ、もしかしたらそこに記憶があるかもしれないじゃん。何？俺の時計に入ってたアリスの記憶はアビスへの道をつなげた。そこからチェーンが出てきちゃったわけだ。逆に言えば、チェーンが現れる場所には記憶があるかもしれないってことだよね。 そうだろ。いやー、オズ君は見かけによらず理解力があるね。どっかのバカウサギと違ってな。こらこら、本当のこと言っちゃダメだよ、エミリー。なんだと。まあいい、私は心が広いからな。その任務とやらにも付き合ってやろう。せいぜい足を引っ張らぬようにするんだな、愚民ども。 一人じゃ戦えもしないのによく言う。黙れ。お前が黙る。いい感じに馴染んできてるね。でもあまり彼女を信用しない方がいいよ。彼女は決して君の味方ではないし、何者なのかもわからない。おそらくまだ何かが隠されてる。 うん、そうだね。小さい頃よく言われてたよ。
隠し事ばかりする人は。いい霊がここにいるもんね。ブレイクたちはアリスよりもっと多くのことを俺に隠してる。そう、それでいいんです。I trust Alice more than I trust him. Is that right, Felisa? Don't tell me. We'll find out together. この通りの先にある宿を予約してある。着いたらまず食事だな。やったー、もうお腹ペコペコだよね、アリス。あれ、さっきまで並んで歩いてたのに。あのバカウサギ、世話焼かせやがる。探してくる。お前はここを動くな。いいな。She tried to get in the picture, but she's just looking like Mr. Wilson from fucking that Tim Allen show from back in the day. Where he's only like, everything's covered by the fence. Home Improvement, that's what it was called. It's because I have the anime screen so much bigger so that people can read it. Don't touch it! Oh, my dress is getting a stain on my dress. Oh, my God. Sorry. No. Oh, it's not a beautiful flower.そうだ、帯に買ってあげよう。うん、そこにあるの全部だ。ありがとうございます、旦那様。今晩届けてくれたまえ。モーカー通りで一番大きな赤レンガの屋敷だ。Don't trust him, he's the kind of guy that will turn your daughter into a chimera. 夜中過ぎがいい、待ってるからね。はい。ちょっとあんた、何グズグズしてんのさ。嫌な客だなって思って見てたけどさ、買ってもらえてよかったじゃん。ありがとう。お兄さんはこの町の人？うん、ここは初めてだよ。連れが迷子になっちゃってさ、今パパが探しに行ってるところ。ではこの町に来られた記念に受け取ってくださいな。ほんのお礼です。ありがとう。綺麗だね。こうするともっと綺麗だ。俺が持っててもすぐに枯らしちゃうもん。でもこうしておけばさ、俺の中で君の姿と共に。If you see me laughing, it's because she's talking about how he's such a flirt. それは。あ、バンバ。And he just got called out on it. アリスは？あそこだ。見つかったみたい。じゃあね。あいつ。わかってる。あの子が Is she a chain? 違う、あれだ。Is she a chain? Don't tell me, we'll find out together. どんな時間の無駄だったな。Don't fucking tell me. 私は迷子になどなっていないぞ。Unless you've deceived me, which means I'll never trust you again. だいたい歩きながらキョロキョロするんじゃない、みっともね。仕方ないだろ。私にとっては初めて見るものばかりなのだから。レイヴンって意外と短気っていうか、アリスと同じレベル。She never found love. 面白いからいっか。黒髪に金色の人に。Don't you bring that up! Bellamy's dead! Shut up! Ow! どうしてるかな。おい、オーズ。何をのんびりしている。契約者を探しに行くぞ。今日はもう遅い。動くのは明日からだ。なんだそれは。私は少しでも早く記憶を見つけたいんだ。ねえ、レイブン。
違法契約者はなんで人を殺そうとするのかな。いや、そもそもチェインと契約を交わすメリットって何なんだ。アリスだって俺の同意を求めてきたし、勝手に取り付くわけじゃないんだろ。過去を変えられる、そうチェインに持ちかけられるんだ。過去を変えられる？どういうこと？過去を変えれば現在も未来も自分の望み通りになる。可能かどうかは知らんがな。だがその力を得るために契約者は人をチェインに食わせる。胸の刻印が一周するまでに何度も何度も。刻印？違法契約者の胸に現れるものだな。お前にもあるぞ。マジで？包帯で分かんなかった。刻印は契約者のタイムリミットを示す時計なんだ。時間が経つにつれ針が動き、さらに刻印を切る。Is that the significance of the pocket watch? Is it symbolic? I don't know. I know nothing about this show. I've only watched like... You're the one who got me to watch this show! Yeah, because I like it so far. I've only watched like... maybe... 8 or 9 episodes? I'm only on volume 3 of the manga. I don't know. So you recommended the show and you don't even know how it ends? Yes. Bellamy's dead. I hate you. I hate you so. Examine the thing. So, the thing is that the thing is that the thing is that I'm not going to let this go. If this show ends badly after I get invested in it, I'm going to be so pissed off at you. His name is pronounced Zero. Not Zero. Vampire Knight.Why do you suck? I'm trying to think of something. Kamina! That's right, he's dead too. Can you stop distracting me, please? I'm not going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to これは罰よ。もう時間がない。もっと、もっと、あのチェイン。She's like them. She's a contractor, yes.Which one is... So she's Oz in that situation? Yes. And he's Alice. That creature's Alice in that situation. He's fugly. No. I took a life. Snowy Chicago. Eh? Nan de Omae mo tsuite kurunda. Hey! Datte nanka tanoshi so dashi.あいつを一人にしていいのか。大丈夫だよ。鍵は閉めたし、書き置きもしてきたもん。レイブンの長いトイレに付き合ってますって。ぶっ殺すぞってめえ。なんだ気持ち悪い。いやー、レイブンって見かけによらずいいやつだなって。ああ。文句言いながらもアリスを気遣ってあげてたじゃんか。あれは。いいよいいよ、出れなくて。ちお前はん？お前はなぜ平気でいられる。こんなわけのわからないことに巻き込まれ、チェインという異質の力を身に宿し。俺こう見えても適応力には自信があるんだよね。怒ったことを嘆くより現状を楽しみたいし、それにアリスが何者なのかも気になるし、俺は傷つくことを怖がって大切なことをわからないままにしちゃった経験があるからさ。あんなに必死に記憶を探すアリスを見てるとなんか眩しく感じるんだよな。だから今知ろうとしてるんじゃないのか。
恐れたことを悔やんでいるんだろう。だからお前は言ったんだ。自分の罪は何なのか知りたいと。あれは知っとかないとまた周りに迷惑がかかると思って。理由はどうあれ、お前は今知ろうとしている。あの時と同じじゃない。なんだ、俺たちの宿の方だ。どこだ。わざわざ探す手間が省けたな。ありがたい。お前、特別な地位、その力もらいに来た。なんだ、弱ってるのか。食わせろ。苦手。ひどいことをしますね、あなたは。いや、まだ起きていたのかい、シャロン。この写真、刻印を写したものだけわざと彼らに渡しませんでしたね。オズ君を気遣ってレイブンがこの任務を受けないと思ったので。さて、ゲームオーバー寸前の契約者はもう彼女を見つけたかな。オズ、アリス、よかった無事で。アリス、オズ、邪魔するな。ウェブスカムのダメージ。俺が契約者。下がって。本当にシュートを打つ。こいつ、刻印の針がもう。君はあの時の、なんて。待てオズ。次のね、あいつね。これは私の優しさですよ。現実はなるべく早く目にしておいた方がいい。え、私どうしたの。何。バハウ。ベザリウス、彼に用意された未来は3つ。1つはこのまま時が経って刻印の闇に飲まれる。二度と這い上がってくることのできない全ての違法契約者がたどる末路。2つ目は彼がこのまま真実を、自分の罪の真相を求める気持ちがあるならば、その先に助かる術があるかもしれない。そして3つ目、彼がその答えを知ったとき、もしかしたら私は彼を。覚えておきたまえ、オズ君。最後に残されるものは決して希望とは限らない。結局今回の事件のチェインはお前の記憶とは何のつながりもなかったようだな。あの子供を引きずり込んだ闇、あれはアビスから出てきたものだ。あ、刻印の針が一周したとき、契約者はアビスの最下層へ落とされる。それが違法契約者の最後だ。
オズは、オズはどうなる？オズの針はまだ動いていない。だが、時が来ればいずれ。クソ！そんな大事なことをなぜ黙っていたのだ。お前こそチェインのくせに契約の結果をなぜ知らない。知らんものは知らん。だいたい契約したのだってオズが初めてだったのだからな。なんだと？それは本当なのか？嘘だと言いたいのか？そんな面倒くさいこと誰がするか。ではビーラビットの仕業だというあの悪行の数々は？なんだそれは。私は人を食ったことなどないぞ。そんなことよりだ、刻印を消す方法はないのか？一番手っ取り早いのは契約者とチェインのつながりを断つことだが。つながりを断つ？ああ、つまりお前が死ねばいい。却下だ！なら契約を解除する方法を探すしかない。どちらにせよお前とオズを切り離す必要がある。そうか、それでは意味がないだろうが、ないだろうが、ないだろうが！こんなバカウサギ！だったら封印のことは忘れて記憶探しに集中してろ！ミエロの下僕の分際で私に指示するな！オズ、お前もなんか言え！ダメだよ、バスの中で喧嘩しちゃ。お前の問題だろうが！ねえ、レイブン。違法契約者は何かを変えるために人を殺すんだろう。じゃあさ、あんな小さな子がそこまでして変えたかった何かって一体何だったんだろう。モズ、お前。もしもあの手を掴んであげていたなら。なんてね。ねえ、本当かい？あいつがアビスから出てきたって。本当だよ。あいつはきっとこの屋敷に戻ってくるよ。だからちゃんとおもてなししてあげなくちゃね。I don't know if I'm just getting used to this show or if it's just not as freaky as it was the first episode. But I liked this episode more than I liked episode 4. Don't patronize. Next episode's better. Don't. Is it freaky? Maybe a little bit. I don't really think of it as freaky. I'm not as scared of cat as you. There was ghost ladies and fucking dolls. Plus creepy music from a pocket watch. Who it's steals cool. something from a fucking grave? It's cool. He brought this all upon himself. It wouldn't have been very interesting and story what's the, if he never did it. What's the deal with the clock in the first one? What clock? Oh, I don't know. The fucking big ass tower Let's clock. Let's see with the prophecy. Your lack of answers disturbs me. I don't know. I know that there's a prophecy that has to do with Oz and that he's the key to the intention of the Abyss, but that's about all I know. So all this shit happens to these people that they create contracts with, mm-hmm. and they end up dying in the end. But Oz is different, clearly, because that fucking clock started and all that other crap. I don't know. I've heard stuff. Why are you spoiling shit? I don't know. This will be the last episode I ever watch with you. No. I've killed for one more less. Episode, because I like the next episode. I might watch one more episode tonight, but I'm really thinking that it's time to restart Seraph at the end. I'm okay with that, too. I might try something a little bit different, because right now we can only use one headphone, and this is my thing. I mean, it's for her, but this is my fucking thing. So I'm going to try putting the sound through my other monitor, because it's actually a fucking TV. Get out of here. So I'm going to try putting my sound through the monitor. I'll be muting my mic just like I always do. Hopefully it doesn't fuck up the sound for you guys.
Because I want it to be an authentic reaction. If you don't fucking stop, I will not record another one with you. I'm just saying. If you guys have enjoyed the videos as much as I've enjoyed making them, don't forget to like, comment, and subscribe. Share with your friends. More viewers that way. Get out of here, fool! It's more viewers that way. It reaches more people. Hopefully, this does not get copyrighted. And have a great night, guys. Peace. Now you tell them peace. No, you don't wave, you say peace. Peace. Oyasu me mina!